はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。今日ですか、g.com のですね、29日、今日ですね、12時29分に出た記事、これですね、開示館旭日旗掲げ釜山入港、ユン政権国際慣例重視、韓国という記事でございまして、ソウル時事、海上自衛隊の護衛艦浜尻が29日自衛艦機である旭日旗を掲げ韓国南東部の釜山に入港した、韓国政府関係者が明らかにした。韓国のムンジェイン前政権は軍国主義の象徴として、慶応自粛を求めたことがあるが、ユン・ソンニョル政権は国際慣例を尊重する立場を示した。31日南部の最終島周辺海域で行われる韓国主催の多国間訓練への参加に合わせて入港した。韓国国防省報道官は25日の記者会見で、韓機を形容するのは国際慣例だと強調、通常外国艦船が入港する場合には国旗と軍を象徴する母を掲げると説明したということでございますね。そのね、演習があってですね、その日米韓に他にオーストラリアとか周辺諸国を入れたですね、海軍のですね、なんたらセントリーシマル演習というのをやるんで、自衛隊も参加すると。については自衛隊の艦艇が旭日旗を掲げたままですね、釜山港に入港する予定やでという記事は、これは昨日あたりから、もっと前かな、出てるんですね。5月26日のハンギョレの新聞ですね。日本の自衛隊艦艇、今月末に旭日旗を掲げて釜山港に入港の見込みという記事が出てます。ですね、これは全世界、これあれですね、政府側の答弁ですね。これは全世界に通用する共通の事項であると認識していると述べた。日本の艦艇が自衛隊艦機、旭日旗を掲げている、入ってくるのかどうかは今申し上げるわけにいかないが、掲げて入ってくることが通常の国際慣例だと述べたと。これはですね、ここにも書いてある通りですね、ムン・ジェイン政権の時にですね、何かイベントがあって、自衛隊のですね、海上自衛隊の艦艇が釜山に入港しようとした時に、旭日旗を上げるなっていうふうに要請があったんですよ。それに対して自衛隊はどうしたかって言ったら、行かへんわって行かなかったんですね。別に行かなくても何のしようもないわけですよ、日本側からすると。で、今回はですね、別に何もですね、そういう要求はないわけであって、そのまま掲げたまま入ったわけですね。そもそも旭日旗を戦犯旗やって言い出したのはですね、お隣さんの色物っていうか、ちょっと変わった変人な大学教授がこう言い出したことであるの。それがなんかこう国の風潮みたいになって、政府の公式見解ではなかったんですけども、ムン・ジェイン政権はそういう風潮に乗っかるようなところがあったわけですね。で、政府がですね、申し入れるわけじゃないんですけど、その民間の教授がですね、例えば IOC にですね、旭日旗を振らすなとかですね、そういうことを厳重に申し入れたりするわけです。すぐにメールを出す大学教授がいるんですよ、色物の向こうには。で、あれは戦犯旗やとかなんか言うてるわけですね。ふんっていう感じですけども、でもう世界中にそのメールを出してですね、大騒ぎしているわけですけども、まああれですね、それたまに言うことを聞くようなところもあってですね、あ、めんどくさいなということです。まああれですよ、いろいろ向こうがお隣さんらしいですね、難癖ですね、福島のですね、処理水がうにゃうにゃとかですね、オリンピックの時にですね、日本は汚染されてるからって、日本の食事を食べたらみんな被爆するとか言ってですね、給食団を送り込んでですね、ホテルを借り切ってですね、選手のための給食するって言って、ヘボい弁当を作ってたとか、ね、ほんまにお隣らしい難癖の人
つですね。あとは日本海の名称が東海やとかトンヘっていうんですけども、ここまでトンヘやとかみんな帰ろう、地図の名前帰ろうとかですね、まあ、あの世界中にそういうことを言いまくって言いまくってですね、あの人がソ連人と思われる原因を作ってるわけですけども、このですね旭日旗騒動もその一つでございます。にわかに言い出したことであって、このどうでしょう、15、6年ちゃいますかね、ウリアが言い出したのは。その、あの変な大学教授がね、ドイツではですね、ナチスのですね、ハーゲンクロッツというですね、鍵十字というのはですね、あれがもう存在禁止になってるんですね。そのハーゲンクロッツの旗を製造することも販売することもできない。それは法律的に禁止されてるんですね。あのドイツ人を上野のアメ横に案内した時に、そのミリタリーグッズを売ってる店があって、見たいって言うんで連れてったんですよ。そこにはですね、ハーゲンクロッツのこんなこう腕章みたいな、腕章ちゃうわ、どこどこここに掲げるかなんかなって、これはドイツでは禁止なんやとか言って喜んでましたけどね日本では OK ですよ、ドイツ以外では OK です。ドイツでも映画撮影用とかはいいんじゃないですかね。アメリカにはですね、ネオナチ集団があって、ハーゲンクロッツを模した旗を掲げながらですね、あのやってるような、あの行動してるような連中いますよ。でネオナチっていうのは世界中にあるんです、実はドイツ以外にも。ドイツにもですね、それらしい右翼集団があるんですけども、ハーゲンクロッツを掲げることは法律違反になったんですね。でそれに類するものは日本にないんかと思って一生懸命探して見つけたのが旭日旗なんです。これやーって言ってですね、俺はやんや先輩やーとかって言い出したわけですよ。それがいつか風潮になってると、まあお隣さんらしいですね、あのいつものことですよ。なんかわけわからん、わけわからんことなんですけど、理屈も合ってないんですけども、いや大きな声でいいやなんとかなるっていう、もうそういうこうもののネタの一つですね。で長らく騒ぎになっていたんですけども、このムンジェイン政権というのは、まあ、クレイジーな政権、でしたから、こういうのをですね、まあ、政府の公式見解にはしなかったんですけども、まあ非公式にですね、自衛隊にですね、それを掲げてプサ入んなというふうに言うたわけですね。ほんだら自衛隊がイランはそんなもんって言って蹴飛ばしたわけですよ。まあ実に対応は正しかったわけで、で今回はですね、特に文句は言わないということになりました。まあ元に戻ったっていうだけの話なんですけど、でこれにですね、左翼系のメディアが噛みついてるわけですね。このハンギョレとかが、こんな許してええんかみたいなですね、うるさいわお前らって感じで、お前あの自分たちがねやってること言うてることはいかに国際慣例から外れてるかというようなことについてはですね、彼らはそういう視点を持たない珍しい人々ですね。日本人はすぐにですね、これ外国人が見たらどう思うんやろという、そういう視点を持つんですけど、彼らは持たないんですね。自分らが正しいと思うことは正しいわけですよ。で正しいか間違ってるかという基準も、自分が正しいと思えるかどうかなんですよ。すごいでしょ、すごいでしょ。そんな人らがね、5100万人もね、あの半島の南側に住んでるんですよ。北側の人も大して基本的には変わらないんですよ。元が一緒ですからね。そういうお国なんですよ。そういうお国が我らが隣国で、何やかんや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 っていろんなことを言うてきはるわけです。日本は汚染されてんや、ほんなら来んなよと思うんですけどですね、まあ、2019年当時は700万、2018年かな、780万とか来たはる。今年も多分ね、600万以上来はるんです。日本汚れてるのちゃうの、汚染されてるのちゃうの、オリンピック選手にご飯食べさせられへんのちゃうの、君らどこで何食うてんのみたいなですね、そういう世界で、あの明らかおかしいんですけども、自分たちがおかしいということについての視点がない、つまり自制自責のですね、あのあれがないということですね。発想とかですね、そういうスタンスとかですね、まあ、そういう思考回路がですね、自制自責ということに関しては一切ない、不思議な人ですよ。だからな、まあ、いつも言うんですけど、なるべくですね、表面的な付き合いだけにしといてですね、深く関わったらですね、そんなもんびっくりすることばかりやという連中でございますね。これはあのお隣さんも中国も共通でございます。あの常識がないというところはですね、まあ、見事にですね、共通している連中でございます。そこにですね、あんまり深く関わるとですね、我々はですね、戸惑ったりですね、えらい目に遭ったりするということになるんではないですかね。
まあ、今回ですね、自衛艦機を掲げた自衛隊の艦艇がプサンに入って、まあちょっとだけ常識に戻ったかなという感じはします。ちょっとだけね、ちょっとだけあの全体的に相手らが戻るわけがないというふうに私は思ってますけどね。このですね、時事.comの方のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。